日大で非合法なあれが見つかって、うんね、なんか次々とねいろんな大学で、うんみんな悪いことやってんなみたいな運馬問題運馬問題に、ね、ちょっとお話ししようかなと、はいはい、まあ、今日大ではねその報道であるように寮をこの間ね、うん、家宅捜索されて、うんうん、そうするとその運馬と錠剤がねこれも違法薬物の錠剤が、まあ、見つかった、うん、という、まあ、ニュース、うんなんですよね、はい、で日大といえばあの林真理子さんがそうですよ ね,、うん、そうね 改革のね改革のために理事長だっけ理事長、うん、でもともとほらあのアメフト部って言ったら、うんうん、タックル問題で問題になって、はい、で今度はその田中理事長のお金の問題がありそこにまあ改革者として林先生が、うんはいね、理事トップに来て、はいついたわけですけど、はい、3日の時点で、マスコミがね直撃してんですよ、うん、林真理子さんにね運馬、うん、をね、うん、大学側が押収したことについて、うんうん、みたいなこう質問を投げかけると、うん、いやいやそういうことはありませんと違法の薬物が見つかったとかそういうことは一切ございませんと、うん、いうふうに、答えてんですね、うん、ところが、うん、実は大学はその違法な薬物が、うん、を見つけたことは少し前から分かっていて、うん、で警察に届け出たのは、うん、大学が見つけてから、まあ、2週間後ぐらいだって言われてるんですね、うん、林さんにきちんと情報がね、うん、上がってきてないんじゃないかとなるほどなるほど、うん、やっぱお飾りだったんじゃないか疑惑だね、うん、いうことが見えるんですね、うん、で、さっきねあの赤井さん言ってたように違法の、うんうんはいはい、まあはい、運馬、うん、運馬ねこれあのこの間同時期に岐阜県に朝日大学っていうのがあるんですね、うん、朝日大学って僕も知らなかったんですけど、うん、あの歯医者さんの学校みたいで、うん、ああそうでした歯学部、うん、はいはいはい、うん、でここでねやっぱりね学生3人が運馬を、うん、販売してた岐阜とか栽培しやすそうだもんね、うん、そう販売してて逮捕されて、うん、であるその逮捕された中の人物は誰かからまあ購入した形跡もあってまあ当然購入するんでしょうけど育ててたわけではない、うんうん、いや育てたかどうかもわからない、うん、なるほどいうのがあって、はい、そもそもこの大学ではずっとね、うん、いや学生でそういうのをやってるっていうのが広まってたんです、うん、ああそうですか、うん、噂がずっとあってで大学もそれを把握してほう警察に相談からが行ってるんです、はい、そこで、まあ、今回こういうまためくれて事件がまあ発覚したっていうのがあるし歯学部じゃなくて薬学部じゃないかみたいなえどういう意味感じですいや薬学部的な感じで見られたわけねまあいいすいませんすいません話残しちゃってあの間の入り方はちゃんと神野さん勉強してる失礼いたしましたであとはあの東京農業大学でもねボクシング部が捕まってるんですね、うんはいはい、でこれね、うん、結構大学生の中にやっぱ広まってて運馬がね、うん、2020年には、うん東海大学、うん、野球部、うん、あったね近畿大学サッカー部、うん、みんな問題になってんですよ、うん、ドイツもこいつもです、ね、ドイツもこいつもでねこれだけじゃないと、うん、まだまだ大学生の中には、うん、もうこういうの蔓延してると、うんうん、でほらこの間この前あのここの動画でも話した通り、うん、あの自家栽培を、うん簡単に、まあ、簡単にとは言えないですけど、はいはいはいうん、できるんですよね、うん、でそういうのできたり、うん、あとはね今ね SNS で簡単に買えたり買えるネットでホームページで堂々と通販してんですよ、うん、そんなの摘発できないんですか、まあ、でもあれでねもう本当薬系は全部あるもんねネットでね、うん、でインゴで売ってるんでしょ多分インゴで売ってるのもあるし、うんうん、インゴじゃない堂々としたものもあってあビットコインで支払うとかねあそうですか、うん、物の物のやり取りとか支払い方法はあの個別にメールして伝えるっつって公開はしてないんだけれども、うん、ちゃんとその運馬のねこうメニュー表があってこれいくらこれいくらってこうね書かれてて
でそれも結構簡単にだから変えるんですよね、うんうんうん、取り締まれないもんなんですか。だからなかなか取り締まれないから広まってんだと思うんですよね。もちろん海外でやってるっていうケースもあるし、うん、でほらこの間ちょっとこの動画でもタイの話をしたりとか、はいはい、であるね日本のその売っているサイトでどれぐらいのもんかなって見たらタイのね倍ぐらいのまあ価格で、まあ、日本でこう、うん、あそうなんで販売してるんですよね。だいたいこう 1g とか 3g とか、うん、まあそのぐらいの単位で、はい、それは乾燥したものをこう売るんですけども、うんうん、それぐらいのこう価格でこう売ってて、僕のね知り合いも、昔ねそれも大学生で、うん、ある取材に協力してくれた人なんですけど、やっぱり某大学で有名大学ですけど、うん、結構広まってんですって、うん、みんなやってる大学に広まる。まあ、なんかね暇だ暇だっていうのもあるかもしれないし、アホっていうのもあるかもしれないし、あとちょっとこう背伸びしたいっていうのもなんかあるのかもしれないし、クラブとかそういうわけではない、クラブに行く連中もそうかもしれないし、クラブとかってやっぱそういうののなんか温床みたいなイメージありますよね。ちょっとだからそれとはまた別で、そのアメフトとかね、まあラグビーとかある種ドーピングみたいな、まあ興奮剤みたいな、そういう風になったりしないのかなって思ってね。そうするとなんか無期限停止とかじゃ済まない話じゃないですか。で日大でもう一個問題なのは、これ運馬だけじゃなくて錠剤が見つかってんですよ、ね、でこの錠剤っていうのは、運馬はほら自分たちで作れるし、日本で国内で栽培することももちろんできるし、もちろん反社から購入するとかネットから買うとか、いろんなまあニュースルートあると思うんですけど、そのまあ錠剤についてはまあ多くがね、やっぱり反社会的な勢力から購入せざるを得ないですよね。で大概その東南アジアから、まあ例えばミャンマーとかラオスとかタイとか、ああいうとこからこう流れてきてる錠剤でね、ヤーバーっていう錠剤があるんですよね。ヤーバー、ヤーバー、赤い色してるんですけど、赤い錠剤、はい、でまあカラフルないろんな色の最近の錠剤もあったりしてて、でこれ何かっていうと、その純度の低いね薬物なんですよ、はい、粗悪品っちゃ粗悪品なんですね、うん、でそれタイなんかでは、風邪薬買う値段ぐらいで売ってるんですよ。マジっすか。数百円に合わせて、まあ、数百円とかね、非合法、非合法で、もちろん非合法でね、はい、でまあ大量のね、そういう錠剤がね、見つかって捕まるとかね、そういうのが頻繁に起きてるし、あっちのゴールデントライアングル地帯って言って、あのね、国境沿いのお薬のこう作ってるとこなんかは、民家でね、おばちゃんがね家で一生懸命こう調合して錠剤ポコポコ作ったり、なんか自動車でね移動製造所みたいな、パクられないように作ったりとか、なんかそういうのやってるみたいなんですよね。でそういうのがもう大量にやっぱりこう流れてきてて、それがまあいよいよまあ大学生でもね、気軽にねこうやってるっていうのが、これちょっと相当やばいなっていうね。ちょっと前さ、僕も知らないが、危険トラックみたいな、ちょっと合法と、まあ、その後全部違法になったんだけど、やってて、それが多分廃れてそっちに行ったってことなんだろうね。まあそうかもしれない、ね、だマジックマッシュルームとかあったじゃないですか、昔。そのなんかね、ヤーバーなんていうのは、トラックの運転手さんが聞いた話によると、そのね東南アジアの、眠くならないように、飲んだりしてるらしいんですよね。まあ、戦後の違反だよね、ヒロポン飲んでる。そうだからヒロポンですよ、要するに ね、 そうスポーツ競技でね、じゃあそれやってたんじゃないのってなったら、もう全然フェアなスポーツじゃなくなっちゃうし、確かに結構だからこれってちゃんとね、やっぱりまあ学生がね、なんかアホな学生がやってるから大学あんま関係ねえじゃないかって一見思うんだけれども、やっぱり寮に住んでて、で運動部に入っててね、やってるっていうのも問題だしね、だからまあ日大これからね、その林さんがこうどういう風にね舵を切っていくかっていうのがまあ注目ですよね。あれ林さんになったことによって自分が書きにくいみたいな噂ありましたけど、そうなんですか。なんか、まあ、連載がね、連載があるからみたいな。ね、でもね、今週書いてましたよ、週刊文春。そうなんですね。そうそう。お構いなしで行くんですね、それが。日大アメフト部突如活動休止と学生寮運馬汚染って書いてます。あ、そうだ。そこは全然非なんだろうね。まあ素晴らしい。